皆さんもう見ましたか？全米を揺るがすあの映画ナッツ・ブルー・リバプレザーズ・ムービー。決まった。よっしゃ、今日はスーパーマリオブラザーズのコスプレに挑戦だ。一人目はマリオ。マリオの衣装は服、帽子、ヒゲ。それでは変身したいな。いつもよりしょぼい感じ。ガーン。そうだ、カラーコンタクト。え、マリオにカラコン？だってマリオ目青いでしょ。なるほど。おりゃー、よし、この調子でどんどん行ってみよう。次は私が着替えるのは、あれなんだっけ、キノピオ。え、キノピオ、私が、キノピオの衣装はワンピース、ベスト、帽子、変身して覚悟しろマリオ。私がコスプレするのは大魔王クッパ様だ。クッパの衣装はカラだ。カラーコーラ、腕は君よ。やーこれ尻尾ちっちゃくて可愛いんだけど、これ何これ。次コラ、これ自分で膨らませなきゃいけないやつだ。おりゃー。全然入ってないけど。文明の力を借りるぞ。
いきゃオーケー。なにこれ、なんかもう全体的にちっちゃくてかわいいんだけど。こわい、そして私気づいてしまいました。ピーチ姫の目も青なのです。いくぞー、ほらー。あれ、もっと目を開けるんだ。キラリーン、カツラネット、最高ステーキ先輩、カモン。ツルピン、カツラ、私が救ったわ。じゃあ行ってみよう。こんなマリオは嫌だ。お、ハッピーなボックだ。何が出るかな。よーし、叩いてみよう。叩いて腕を骨折。こんなピーチ姫は嫌だ。やっとクッパ倒した。クッパ倒すのに3ヶ月もかかっちゃった。そうだ、ピーチ姫、ピーチ姫はどこにいるんだ。ピーチ姫、ピーチ姫どこにいるんだ。助けに来るのが遅いマリオにキレるピーチ。こんなマリオは嫌だ。お、あれはクリボーだ。よし、倒すぞ。
よし倒したぞ。お、あれは向こうだ。あいつも倒してやる。マリオのその強さの秘訣って何なのかしら。ジャンプ力？それともキック力？もっと近くで確認してごらんよ、ピーチ姫。え？もっと近くで？おお、君にも聞いてしまったみたいだね。足の匂いで敵を倒すマリオ。こんなピーチ姫は嫌だ。やっとクッパ倒した。ピーチ姫、助けに来てよピーチ姫。あれ、どうしたの？嬉しくないの？貴様がここに来たっていうことは、クッパのやつは死んだか。所詮クッパもその程度の男だったが、ピーチ姫、どうしたの？まだわからない。この私が裏でクッパを牛耳っていた。ラスボス。こんなマリオは嫌だ。あれは食べたい、あれは食べたい、あれは食べたい。どこだどこだ。おお、ハンディアンロックだ。あれ出ろ、あれ出ろ、あれ出ろ。まだどこかに記録はあった。記録はまだ足りない。どこかに記録はあった。記録は記録もっと記録。うん、キノコ中毒になってキノピオまで食べてしまうマリオ。